こんにちは。始まりました。川西美希です。今回は私が持っているカバン別の中身、そして仕事の時のサブバッグとカバンの中身も紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでまずバッグから。これは2年前に後藤真希さんとのコラボ動画で紹介したカバンなんですけど、プラダのバッグで、これちょっと変わった形をしていて、中が汚いんだけど、真ん中で2つに分かれていて、真ん中に小物入れみたいなところがあって、一応パチンって閉めれるタイプではないんだけど、両側に磁石みたいなのがついてて、磁石で止められるよっていうタイプなんだけど、基本こうなってます。パンパンすぎて閉まりにくいんだよね。で、お出かけ用の時はカバンこれをよく使ってることが多くて、仕事とかプライベートのメンテナンス整体に行く時はこっちのカバン使うことが多いです。で、カバン別で入れてるものが違うんだけど、まずはお出かけ用に使うこちらのカバンから。携帯って基本的にずっと持ってるじゃないですか。なので可愛いものにしようって思って、 Amazon でいろいろ調べてこれを買いました。で、外出した時とかちょっとメイク崩れてないかなって、鏡いちいち確認するのめんどくさいから、ささっと見れるようにここにミラーがついてます。で、バンガーリング的なのはずっとモモスティックっていうのの白を使ってます。ふにゃんとしたシリコン素材で指が痛くならないようになってます。で、携帯は iPhone14 の Pro Max、 漫画見たり携帯で仕事することとかも多いから、基本的に大きい画面のやつにしてます。そしたら次、真ん中、ここはめちゃくちゃいろいろ入ってるんだけど、 AirPods、 ネットで注文すると刻印入れれるんだけど、接続するときに何か分かんなくなっちゃうから、この刻印を目印に iPhone とかもこういうマーク入れて、これに接続するんだよって分かりやすく名前を変えてます。で、こっちはお出かけ用なんですけど、旅行の時とかはこのカバンは使わないので、ノイズキャンセリング入ってない AirPodsを使ってるんだけど、こっちは長時間の移動の時とかも使うので、こっちにも AirPods 入れてるんだけど、ペロ入れて移動中の時とか外の音入らないようにノイズキャンセル機能があるものを使ってます。こっちのカバン使う時は5時間以内の外出の時が多いかな。で、ガムはどの種類をいつも買ってるか分かんないんだけど、とりあえず緑のやつが好きなので緑を買うようにしてます。これはアクオですね。で、私ガム持ち運ばないと気が狂いそうになる人間なんだけど、普段お風呂入らないから自分は臭いんだけど、外出する時はお風呂も入るし、自分の口臭とかもすごい気になっちゃうタイプで、ミンティアとか粒タイプじゃなくって、常にガムを口の中に入れるようにしてる。必ずエレベーター内でガムを口に入れて、そのまま出かけて帰ってくるまで基本は口の中にいますね。ガムなしだと生きていけない。で、ボールペンあんま使うことないけど、とりあえず持ってます。これ青かな。あとチュルリップランパーが2種類も入ってる、04番と大好きな限定の02番。これはすぐお直しできるように真ん中のところに入れてます。あとネイルオイル、このネイルオイルはネイリストさんに教えていただいたんですけど、かなり吸い込みがよくってベタベタしない感じのオイルなので、必ずカバンに入れてます。なくなっちゃう。これのね、大容量タイプも買ってて、家ではそっちつけてるんですけど、結構大きくって家だけだと使い切れないから、それをこの中に入れて詰め替えしてます。乾燥するのとか冬だけでしょって思いたいんだけど、嘘でしょっていうぐらい今の時期でも乾燥するから、ネイルオイル持ち運び必須。こんな小さいけど結構高くて1900円だけど、コンパクトですごい使いやすいから好き。あと真ん中のところ、リップモンスター、これは普段14番持ち運んでるんですけど、これ15番ですね。この間買ったやつかな。リップモンは出かけるカバンには必ず持つようにしてます。落ちにくいから。あと意外と結構入ってる、てかめちゃくちゃ深いし、なんか汚い。うわ、とりあえずガムめっちゃ入ってるわ。ガムのゴミとガムがすごい入ってた。ここは入れとこう。あと、剥き出しのスポンジ。ちょっとこれ汚いですね。捨てますわ。あと、香水。ちょっとネイルオイル蓋閉まってなかったのか。こっちにも漏れてたっぽいんだけど、香水は100均で200円で売ってる容器。これ後ろから入れれるタイプなんだけど、これに入れて持ち運んでます。これはね、何の香水だろう？ちょっとわかんないんだけど、最近のお気に入りの香水はこちらの韓国の香水、メガワリでも紹介したんですけど、これすごいお気に入りで、これを容器に入れ替えたり、家出る前玄関のところに置いてあるからシュシュッとしたり、あとはこの香水もずっとお気に入りで、グタールのプチシェリーオードパルファムっていうやつ。昔はアニックグタールっていう名前だったんだけど、変わったのかな。この2つがお気に入りで、あとコスデコとかも使ってるかな。でも基本はこれを使うことが多い。で、カラコン1個、あれぐらい指輪ちょっとつけるか。
あと頭マッサージするやつのヘッド、これ母が使ってて貸してもらったらいいなって思ったんで買ったんですけど、ディープログリップっていうやつで、確か美容家さんとかが使ってて押すタイプいろいろあるけどここのが一番いいよみたいに言ってて、母すんごい美容好きだから買ってたんですけど、これ本当はここに持つところがあるんだけど、本体自体もこれもめちゃくちゃ高くて、こんなちっちゃいけど2万ちょいぐらいしたのかな。で本体入れると5万ぐらいになるから、本体別にいらなくねって思ってこれだけ買いました。でこんな感じで頭痛いところとか凝ってるなっていうところを押していくんだけど、まっすぐ押すよりちょっと斜めに押した方が入りやすくて、頭痛い時とかちょっとこれうるさいから、人がいる時だとあんまり使わないけど、タクシー移動の時とかはこうやってマッサージちょっとしたり、あとこういうとこちょっと押したりとかして使ってます。6本の鉄が出っ張っていて、それがピンポイントでツボを押してくれるので痛気持ちいい感じかな。でも本当に悪いところだとめっちゃ痛いってなるんだけど、これをやった後は頭すっきりするから、高かったけど買ってよかったなって思う商品。あと鏡、カバン自体がちっちゃいのでめちゃくちゃちっちゃい鏡持ち運ぼうと思って、ロージーローザの限定だったのかな、ちっちゃめですごい軽い鏡を持ち運んでます。あとハンドクリーム、これはタンバリンズの一番好きな香りのベイン、これすんごいいい香りだし、プラスハンドクリーム自体がしっとりしてつるんと肌を仕上げてくれる感じのクリームなので、匂いも使い心地も大好きで使ってます。でもこの入れ物可愛いんだけどめちゃくちゃ大きくて、もう一つチューブタイプあるんだけどそれも大きいから持ち運べへんって思って、ちっちゃいの出たらいいなと思いながらずっと使ってます。ベインはウッディっぽい香りの奥に少し爽やかで柔らかい香りが入ってて好きです。ウッディ系好きな方はベインおすすめです。で基本香りは甘いものはあんまり好きじゃないんだけど、この2つは爽やかに甘いっていう感じ、フルーティーな甘さかつちょっと女性らしさもある感じなので、この2つはお気に入りですね。と2つも入ってるんだけど、ミムコカラコンのノベルティでついてきたバネポーチ、こんな感じで使えるんですけど、こっちはアクセサリーが入っていて、こっちはサプリメントとかカラコンとか入ってます。若サプリのビタミン C、 これは2000なんだけど、この間皮膚科行った時に3000売ってたから3000も買ってみてこれから飲もうと思ってる。ビタミン C は水溶性で流れやすいから取れる時は朝晩って感じなんだけど、基本は1日1回取れたらいいなっていう感じ。そして私の大好きな健明ガシンさん、大好きというよりは胃が最近すごく弱くて、ご飯食べるとめっちゃ胃痛くなる時があるからこの胃薬は持ち運んでます。痛くなってこれ飲んだら速攻効くので、粉なのと味がかなりきついから私は水をバーって飲んで、その後これをバーって入れて、プラスもう一回水を上から入れて水のサンドイッチをさせてガッて飲むようにしてる。それだとね、苦さとかも少し紛れる感じがします。粉薬苦手な人はそれで飲んでみてほしい。あとビタミン C もめっちゃ酸っぱいので、先に水入れてこれを入れて、でサンドイッチはせずにそのまま飲み込む感じかな。そしてカラコン、ミムコのピュレグレージュと膨らみに膨らんだ綿棒、あとロキソニンとか皮膚科でもらったビフロキシン B2 B6 配合剤ですね。これは皮脂の抑制とかに効くから飲んでくださいって言われて持ち運んで、あんまり飲んでない。あともう裸で入れてるんだけど、最近これないと無理っていうぐらい大切にしているガスピタン、なぜかわかんないんだけど私空気を飲んでそれが最近出ないんですよ。で1年前とか半年前とかにもこの現象があって、多分ノンキ症っていう症状っぽいんですけど、この間夜中に編集してたんだけどあまりにも空気が溜まりすぎてお腹超痛くなっちゃって、でガスピタン家中探したんだけど買ってたはずなのに見つからなくって、もう絶対に大量買いして家の中に置いとこうって思ってガスピタンを買って、で移動する時もちゃんと持ち運ぶようにしてます。これでっかいフリスクみたいな感じで、噛み砕くか口内で溶かして服用してくださいっていう風に書いてあって、私はボリボリ噛み砕いて早く良くなれって思いながら食べてます。そしてメガネ、入れ物どっかにやっちゃって裸で入れてるんですけど、メガネは普段あまりつけないけどすっぴんの時とか雰囲気変えたいなっていう時にたまに使ってます。こんな感じで、このメガネすごくて反射しにくいレンズを使ってるの、だからちょっとね反射はしてるんだけどライト焚いてる割には反射しにくい、すごいですよね。でこれはねリシーっていう原宿にあるメガネ屋さんなんだけど、芸能人の方のメガネを作ってたりする方がやってるお店で、メガネに抵抗あったんですけど私に合うメガネを作ってくださいました。これはすごい可愛くてお気に入り。そしたら次、財布はプラダで、財布も可愛いの使いたいなって思っていろいろ買ってみたんだけど、結局カバンが私的にはこれ小さめなので財布もちっちゃくて軽量なのがいいなって思ってこれ使ってます。なんかカードはプレ
ジットカードと身分証明書入ってて、この財布本当に軽くて小銭入りにくいけどすごい使いやすい。そしてこの間のあかりんマリリンコラボで紹介したポーチ、これは持ち運びポーチでいつも使ってるんだけど、あの撮影した後に家の中でこのポーチをなくしてしまって、まあ、どうしようって思ってで、ポーチをあともう一つ作りました。でも基本的にはこっちを使うようにしてます。で、ポーチはカスちゃんのブランドボカニーのノベリティでいただいたやつ。中はリップが多めなんだけど、B アイドルムッチリップの103番始まりピンク。これマットリップなんだけど乾燥しにくくてすごい好き。と、チュルリップランパーのやっぱり SP02。こっちにも一応入れといて、あとミュアイスプティントの01ポピンク。今日もこれ使ってるんだけど、最近の私のリップが唇何もついていない状態の時に内側ここだけにティントを塗るんですよ。でしばらくこのままんまとかせずにメイク完成する5分前とかにこれをつけて、でそのまま放置してメイク完成したらチュルリップ唇全体につけると内側だけ少し濃いような感じになって、で可愛いチュンとした唇ができるから最近はそんなリップの使い方をしてます。でポーチ、あとはフィアンセのポイントヘアスティックピュアシャンプーの香り、前髪とかアホ毛抑えるやつなんだけど、スプレー家でしてもたまに外出た時に前髪がバーってとっちらかっちゃう時があるからこれを持ち歩いてる。あとピュアシャンプーの香りが本当に好きすぎるからお直しする時とかにこれつけるとふわっていい香りが香ってきて好きです。あと綿棒、お直し用にスポメン、チークでスポメンとかチーク直す用のブラシと、コラボ動画でも話してた本当に後ろが汚すぎるセザンヌのトーンアップシャドウの02番、これはずっと持ち運んでますね。あとシリライナー、涙出て目尻のライナー消えちゃったとか眉尻消えちゃったっていう時にこれでお直しします。あと一応マスカラ D アップのやつ、マスカラはでも外で使うことはあんまないかな。とリップモンスターの14番、これはいつも持ち運んで混んでますね。あと目薬ヒアレイン S と、さっき紹介したネイルオイルなんだけど、これはポーチに入れてるのでいろんなカバン歩き回るからこのカバンの中に服従しているものもある感じ。あとミルクタッチの前回の目代わりの時にクッションファンで買ったらちっちゃいのついてくるよって言ってこれが欲しすぎて買いました。この間のコラボ動画だとちっちゃいクッションファンデに中身自分で作って入れてるって言ったんだけど、それはもう一つのポーチに移動させて普段使ってて大好きだからこっちの方を入れてる。あとはカラコンとか綿棒とスポンジ、あとカバンいろいろ使うのでその時にカバンに入ってなかったらどうしようって思って基本このポーチに全部入れてるんですけど、ハンドクリームも詰め替えしたやつこの中入れてる。あとポーチにも K メガシンさん、あとなんでかわかんないんだけど耳栓が一つだけ入ってんの、しかもめっちゃ汚い、どういうこと。でメイク直しするときにスポメンくすんでるなっていうときにチークブラシとかちっちゃめのブラシでもいいんだけど、ささっと取って口角のところと顎、ほうれい線で鼻周りテカってたらスポンジで全体押さえてシュシュッとつけてあげる。これやるだけで顔色パンって明るくなるからささっとメイク直してきておすすめかな。でポーチはこんな感じで、あとはねアンカーのちっちゃい充電器、昔は大きめのやつ使ってたんですけど、このカバンで外出するときは5時間以下のことが多いからちっちゃい充電気で足りるかなと思ってアンカーの5000マーみたいなやつを使ってます。あとこれ撮影の時にカバンに入れてそのまま入ってるんだけど、私が大好きなアイハーブで買えるオーガニックのタンポポ茶、これがむくみも取れるし本当に好きでずっと飲んでるんだけど撮影の時のまま入ってます。あとグミ、グミは結構必須で移動中お腹空いて気が狂いそうな時とかグミ食べてます。あとグミ本当に好きで最近のお気に入りはこれと、あともう一つあるんだけど TikTok とかでバズってて私も ASMR 動画撮ったんだけどまだ編集してない、ソルベットっていう桃のシャーベットみたいな味がするゼリー、これめっちゃ美味しいのよね。半球体になってて、おいしい、結構しっかり桃の味がするの。はい、という感じの短い時間の時に外出する用のカバンの中身でした。でこれはカバン自体が結構重いけどとにかく見た目が可愛いっていうことで購入したやつですね。で色もいろいろあってこの色がちょっと少ないみたいな感じに言われてたので数年前の一粒万倍日の日に買いました。でもう一つの大きめのカバン、これもプラダなんだけどこれのワンサイズ小さいプラダの同じ形のカバンがあって、それは過去の動画で紹介したんですけど、それもたまに使ってるけどやっぱり大きい方が使いやすくてこっちを使うことが多いかな。でこれは常に汚いんだけど基本的に私だらしないからカバンの中身全入れ替えっていう風になっちゃうと忘れ物を必ずしちゃうのね。であーってなることが多いからさっきも紹介したけど必須なものはカバンごとに入れるようにしてます。エアポーツとかアクオのガム、あとスポンジむき出しとか、あとハンドクリームはカバンごとで結構違うことが多いけどこのカバンはサボンのハンドクリーム、大
きいからね、こういうものも入れれる感じ。もう一つハンドクリーム入ってる。ポーランド状のハンドクリーム。これもね、すごいいい香り。あと、前髪クリップ。カラコンめちゃくちゃ入ってるな。シュガードーナツ。あと、ガムのゴミめちゃくちゃ入ってますね。すごい汚いよ。こんな感じ。しかも、めっちゃ前にやったのに、豆ケチ豆子のガチャガチャの紙入ってた。で、私、カバンの中を軽くしたい人間なんだけど、物が多くなっちゃって、いつも肩おわってなるから、とにかく軽量なものにしたいと思い、キーケースを使ってないんですよ。なので、ワンス何周年かの時に送られてきたキーホルダーに鍵をつけてます。で、こっちには、アミューズの鏡と、ボールペンと、ハーリップトゥーのヌードパールの香りの、これはシュッシュタイプじゃなくって、ロールタイプ。このヌードパールの香りがあまりにも良すぎて、はぁ、最高。これは激甘系なんだけど、蜂蜜系の甘さの奥にローズっぽい上品な香りが入ってるからすごい好きで、これは使ってますね。あとボディクリームとかも撮影の時よく使ってる。と充電器、これはオムキー10って書いてありますね。よくある3つ、 C タイプ、 iPhone に使えるタイプ、充電器とか何やら使えるタイプっていうのがついてて、でこのままコンセントさせるのがすごい便利っていうのと、あと USB と C タイプもインできて、残り何パーセントって表示も出るのですごく使いやすい。でシールはチーカーのウサギハッってやってるやつね、かわいい。で今紹介したのはデフォで入れてて、プラスでポーチと財布入れ替える感じかな。でもう一つ、人生初のセリーヌ。無性に去年かな、セリーヌかわいいなって思い始めた時期があって、で買ったんですけど、これがまあ入らない。え、これ使いこなせる人中に何入れてんのっていうぐらい入らなくて、こんな感じ。小窓的なのはいっぱいあるんだけど、中にいくら入れてもここで最終的にカチャッと閉めなきゃいけないんですよ。それが難しくて、なので持ち物がめちゃくちゃ少なくても大丈夫な日しかこれは使ってないです。もったいないよね、こんなにおしゃれなもの買ったんだけど。おしゃれしていく時とかはだいたいこれになっちゃうから結構出番少ないんだけど、この中入れる時は間に入れてるものを入れることが多いかな。鏡、ボールペン、ガム。で前に入れすぎるとね、ここが閉まんなくなるから、そこも難しいんですよね。とチュルリップ1本、エアポッツ、財布、あとちっちゃい充電器、携帯。携帯入れたらもういっぱいいっぱいになっちゃうから、あとメイクしてる時だったらスポンジ裸で入れるぐらいかな。これで限界な感じ。ここの紐が少し太めになってるから、それはお気に入りかな。色もちょっと珍しい色らしくて、デザインはすごいお気に入りなんだけど、機能的には使い勝手が悪いので使う場所は限られちゃうかなっていうバッグという感じのお出かけ用バッグでした。そしたら次は仕事の時用のバッグ。コスメの打ち合わせ行く時にこれをよく使ってました。ロエベのやつで、デザインがすごい可愛いなって思ったのと、 iPad 入りそうだなって思って買ったんだけど、 iPad はしっかり入るんですよ。だけど iPad 入れるとすごいこのカバンとの相性が悪くて、めっちゃ重くなるっていうのと、コスメの打ち合わせの時サンプルめちゃくちゃもらうので、そのサンプルがもう入らないんですよ。なのでこのカバンはあまり使っていません。でもすっごい可愛いから使える場所を今私は探している最中です。はい、ということでサブバッグは基本こちらになっております。これが今コスメの打ち合わせの時とかに絶対使ったり、撮影の時もめっちゃポーチ持ってくんですけど、すごい大きいのでポーチ 5,6 個入れれるよっていう最高のサブバッグで、これがマウジーなんですけど、私が作ったポーチみたいな形でムック本として出てたんですけど、宝島社のムック本系私大好きですっごい買ってるんだけど、最近買ったムック本の中でも特にこれは使いやすくて良かったです。まず紐が細くなくってしっかりしているんですよ。で黒白のデザインになっていて、肩かけてもめっちゃ重くてもあんまり負担がない。でデザインは外にポッケついてて、これがねむき出しになっちゃってるから、ここに何か入れるの怖いなという感じではあるんだけど、ここに大きいポッケあり、中は片側大きいポッケがあって、ペットボトル入れるようなゴムがついているところと、あと反対側にチャック付きのポッケとむき出しのポッケ一つあります。これもねちょっと深めなのでいろいろ入れれるかなっていう。でこのカバンの中はこの間コスメの打ち合わせがあった時のアジェンダと鏡、これはポーランド城のやつですね、かわいい。あと iPad、 これで画像修正とかしたりすることあるので一番でっかいやつを使ってて、純正のキーボードと純正のアップルペンシル、これはここにつけとくといつもなくしちゃうからなくさないように別で入れてます。で iPad 充電の減りめちゃくちゃ早いので、アンカーの 65W のコンセントの本体と C タイプのコードを入れてます。と大好きなグミ、これ去年コンビニで見つけてめちゃくちゃ美味しいじゃんって思って、アマゾンで何度も大量に買ってるんだけど、リセットグレープグミっていうやつで、私酸っぱいものがすごい好きなので、クエン酸が 2700mg も入っているという超酸っぱいグミ、これ美味しいんだよね。
うん、美味しい。でイライラした時に酸っぱいものを食べるといいらしくて、私は編集してて煮詰まってる時とかこれ食べたりしてます。これもね美味しいからカバンの中入れてる、まあ、家のそこら中にあるんですけど、あとウサギのポーチ、私チーカーの推し最終的にモモンガとウサギになったんですね。なのでウサギのポーチめっちゃ可愛い。この中は今試作中のコスメとか試さなきゃいけないものとかが入ってます。と基本 iPad にメモしたり携帯にメモするんだけど、何かあった時のためにノート、これはハーリップ2のノート、めっちゃ可愛い。あとこのボールペンは津田塾の大学で一度セミナーみたいなものをさせていただいた時があって、その時にいただいたボールペンです。頭良くなった気がするよね。あとガム、やっぱガムはそれぞれのバッグに入れてますね。そう、いつもどっちを買ってるか分かんなくなる緑、キシリトールとアクオ、分かんないから2種類ストックでガッて買って、それをカバンの中にこう入れてますね。あと鏡、ロム&の鏡とお伊勢さんのお清め塩スプレー一応持ち運んでる。あとこの間黄砂なのか目がちょっとアレルギー反応が出ちゃって、打ち合わせ中にコスメ会社の方がくれた目薬入れてます。で目薬で言うとこのいただいたやつも良かったんだけど、普段使ってる目薬が個包装のやつ持ち運ぶこともあって、今回のカバンに入れてなかったね。なんでだろう。一つがモノモライ結膜炎の治療にって書いてあるやつ、ロート抗菌目薬っていう、1袋に5個入っててプチってちぎって1個ですよっていう、1回分がこれに入ってるんだけど、これを春とかアレルギーが出るときは持ち運んでます。血栓膜炎って書いてあるけどアレルギーにも効いてくれる気がするから。でもう一つは痛いとかそういうのじゃない涙に近い潤い、アイリス CL アイネオっていう、目の疲れだったりとか乾燥するなっていう時とかにこれ使ってます。これコンタクトつけてても使えるやつ。1個入り持ち運んでたら誰かにも分けれるし、すごいいいなって思って、これは入れてたはずなんだけど使い切ったのかしら。はい、という感じで私の最新のバッグの中身紹介しました。基本は最初に紹介した2つのバッグをローテーションで使っています。これから暑い時期になってくるとここにギャツビー加わったり、サラサラパウダーシートとか携帯用のアイロン、日焼け止めとかも入ってくるんですけど、まだその時期じゃないので入れてないです。みんなもカバンの中身これは絶対に外せないっていうものあると思うんですけど、私だったらガムとかそういうのあったらぜひコメントで教えてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。今日のトップスはリリーブラウンのめっちゃ可愛いトップス。はい、ということで今回はカバンの中身紹介しました。インスタでねカバンの中身紹介してくださいっていうコメントが来たので、ちょっと久しぶりにやってみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバーイ。